ナオミライフのナオミの夫のベンです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は、ナオミのレガードのある部分を改造しようと思ってやってまいりました。ナオミに内緒でちょっとある部分をいじくりたいと思っております。こうご期待。今日いじくる箇所はこのウィンカーの部分をクリアレンズに取り替えたいと思います。ナオミはやらなくていいと言ってますが、いざ出来上がったら絶対に喜ぶと思うんで、まあ頑張ろうと思っております。それでは交換作業を始めます。ここからはこれ一人で録画しながら作業しているので、黙々と黙って作業しているためにアフレコで音声を追加させていただきました。ネジを1本外すとこのようにウィンカー自体が取れるんで、ウィンカーカバーを外して電球を外していきます。購入したクリスタルのウィンカーに電球が付属しているので、黄色い電球をこのように元の部分に取り付けて、クリスタルのウィンカーカバーをつけていきます。初めてやった作業なので、電球をつけたソケットをクリスタルのこのウィンカーカバーに固定しなきゃいけないんですけども、なかなかうまく固定できずに手こずっている様子が残ってしまっています。本来このクリスタルの新しいウィンカーカバーのカバーとドアの間に両面テープを貼らなきゃいけないんですけども、その両面テープの紙を剥がさずにネジで留めようとしています。で、途中でそれに気づいてこれを外して、あ、いけねえと思って、この両面テープの紙を剥がす作業に再度挑戦します。両面テープをこのクリスタルウィンカーカバー本体に取り付けようとするんですけども、なかなかうまい位置に取り付けられずに何度も苦戦している様子があります。まず助手席側のクリスタルウィンカーの交換が無事に終了いたしました。このように無事に点灯しております。かっこよくなりました。それでは出来上がったのでナオミに仕上がりを見てもらおうと思います。ちょっとここわかる？何が変わったか。やめなって言ったじゃん。これこれ一緒一緒だよ。
で、これ取れないの？取れるかいな。大丈夫？当たり前やろ。走ってるうちに取れたら困るんだけど。ふざけんな。ネジ止めしてあるじゃん。え、これオレンジじゃなくていいの？いいんだよ。だって電気オレンジ。え、電気オレンジなんて、だってこれ全部がオレンジじゃなくていいの？いいんだよ。全然問題ない。みんなだってこれつけていいじゃん。かっちょいい。何気にお気に入りでしょ。また余計なことばっかりしてるこの人は。そんなこと言って気に入ってるくせにさ。以上現場からでした。気に入ってない。怖い。はい、そっては直美のレガードの、多少のバージョンアップ今回2回目です。今日はこちらの部分とこちらのこの部分にメッキつけたいと思います。それではまずダッシュをします。次はこちらをこの窓枠の下の部分につけていきます。というわけで無事にメッキパーツも取り付け終わりまして、着々とナオミのレガードの改造が進んでおります。まあ完璧に出来上がったらナオミもきっと大喜びして、俺の評価も上がることではないでしょうか。ただ一点、助手席の方もこう出来上がったんですが、気になるところがこの部分に折り目がついてしまって、これを無理に直そうとしてより被害が大きくなると困るので、このままつけておきます。まあ、今回の改造以上となります。また次回の改造が出来上がりましたら報告させていただきます。今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。